案外ね、外国の人見てるんだよな、俺の動画。まあ、YouTube 動画投稿してる人ならわかると思うんだけど、どこの国から見られてるとか、男から見られてる、女から見られてるっていうグラフがあってだな、そういうデータを集計できてだな。まあ、それでまあ、そこそこ外国の人を見てる。っていうかまず、外国の人が、東京グールとか、好きな人多いから、それで来るんだろうな。初見さんどうも。ラストにすっか、これ。疲れたわ。2ターン始めよう。勝てっかな。2ターンって初めてなんだけど。わあ、ずれた。若干ずれた。わあ、微妙な位置。さあ始めよう。まあ、みんなムカデを生かすようなパーティーで来るからな。そこだ。向こう行け、向こう行け。オッケー。おお、いい位置。でも、これ、平子が移動じゃねえわ。あ、どうしよう、これ。アニマ。もう一回当たれ。平子をおとりに釣る。さあ、始めよう。ピヨらせてんだけど。ここら辺か、ここら辺か、ここら辺だろ。今の一歩が死へつながるやつ。こっち行くか。あ、これはまずいですよ。やべえ、ちょっと今回流れが悪い。この一撃耐えられるか。今回流れが悪いぞ。うわー、これまずいな、この位置は。そこだ。スキル、あれ食らうとやばかった。あれ食らうとめんどくさかった、正直。これでスキル結晶を取って、あ、そうか、ピヨってんのか。あれ食らったらピヨるの忘れてた。あれでスキル結晶を取って有馬を強化してっていう一連の流れが俺の中で見えてたんだけど、儚く散ったわ。やめて、平子死なないで。オッケー。まだお前は死ぬべきじゃない。いやー、うかくモードの時強えな、ちょっと。そこ困っちゃうんだけど、やばいかも。次範囲来そうだな。やられたー、まずいぞこれで。壁約される。クイーン家壊れる。 クイーン家壊れた。やっべ、こいつはやべえぞ。
やばいよ、通り過ごしてやばいわ。どういうことだ。さあ始めよう。はっ、ガラ空きだ。壁役できるポジに移動してくれ。あいつ、うーわ、なんでそういうとこに移動するか。始めよう。これはまずいっすよ。うわー、俺が向こう側の壁に引き寄せないとダメか。始めよう。これクイーン系壊されたらリーダースキルも死ぬ。あのクイーン系の、クイーン系のリーダースキルっておかしいな。クイーン系の特性も死ぬ。あー、まった壁役、まった壁役やつで出血してるでしょ。俺も壁役するんだけどさ、やめてよ。もうここまで来たのに、さっき奇跡的に勝ったじゃん。あれを見、うわ、こいつ箱壊すなよ。始めよう。え、ちょっと待って。はあ、そういうことする。今の、今のさ、詐欺じゃん。始めよう。これもうこっちに進んでくれることをさ、ピヨってるからこっちに進んでることを、あ、はい、あ、はいって感じだわ。はあ、壁開されて終わる。はい、要は終わりでーす。あ、まだ終わってなかった。さあ始めよう。はっ、ガラ空きだ。まだワンチャンある、まだワンチャンある。ずっと壁枠当て続ければスキル使われないで済むし。はっ、あぶね、結構ギリギリだった。あー、やめてー、あぶなやめてー、もうちょー、それほんまあぶな。始めよう。結構こいつ走るんだね。いけまだまだワンチャンある、まだワンチャンある。向こう行け、頼む頼む、向こう行け、向こう行け、やめろ。あぶねー。さあ始めよう。ここだよな。これさ、箱の間入れりゃ勝てるくね、これ。ここ。これ勝ったくね。イエース！イエース！イエース！見たか、これが諦めない力。勝った。テンション、ん、グルカールで久しぶりになんかこう勝って気持ちいい勝ち方したわ。代わりのクイーン家がいるな。ああ。いやいや、奇跡勝ちじゃないから、ずっと諦めないで壁枠をした結果だから。つーかーれた。